よろしくお願いします。どうも。顔が描いた。そうですよ。お肌も。あとあのフードコートの中ですね。丸の内ってあんまあるようでないというか、寿司屋さん。そうですね。プロ満点寿司さんとか。名古屋の人まで何て言うか。確かに。確かに。もっとあれなのかな。なんかこうストーリーがあるのかな。ストーリーとか本当に食べてるだけなんですか。そうですよ。へはい、君の中でどういう感じで、ね、あ、日本人の悪い方は、あ、はい、はい、飲めます。はい、よろしく。テレビってよく段取りやるじゃないですか。はい、ああいうのも全くないですって、僕一人なんで。あ、スパークリングワイン。大丈夫です、ここ何人出て、はい、後でボトル取らせてください。ワイン、ワインみたいな。僕、見た方が良かったんですか。いや、ぜひぜひ社長、映えます。社長バイバイ。入ってるんですか。入ってはないです。社長バイ。社長バイ。社長バイしますもん。社長バイします。業界がざわつきます。どこのどこの。寿司業界です。いや本当IKKOさんの動画寿司業界で視聴率めちゃめちゃ高いんです。いや断トツで一番ですよね本当に。あんまいないですけどね断トツって。僕ずっと見てましたもん、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。清水さんも貸し切りで、はい、貸し切り、はい、先週散歩行った時にお寿司屋さんでIKKOさん話し合いました。札幌の寿司屋まで関係ないよ。乾杯します。揃いました。じゃあすいません、今日はいろいろとよろしくお願いします。ベロベロになってしまう。水谷社長怪しいので、シドワンさんのワイン。わあ、そうなんですか。はい、面白いです。あ、ワインなんですね、これ。はい。ピアポーなんだ。あ、シドワンだ。私もなんか日本酒かと思ってました。あいつなんか CM 出たりなんか長生きですよね。いや、なんか出てた社長も出てそうですよ。いや、僕だって絶対断りますよ、そんな。そうなんもちろん卸しているマグロ全て100点とかいいものを卸すじゃないですか、はい、その中でもこれまでマグロ屋さんやられてきて、あの年のあの時のマグロなんかベスト、その中でもベスト3みたいなのあるじゃん。傑作。あ、すごい思い出に残ってるみたいな。傑作って言ったらやっぱりそうなんですかね。そこからまだ傑作が出てないってことですか。出てないじゃん。あれを追っかけてです、僕ずっと。あれ、あの味と香りは、どれぐらいだろうな、小学校ぐらいの時かな。まあ、親父が買ってきたのを食べたんですけど、ずっとまだ鮮明すぎるぐらいありますよね。なんか心配になるぐらい。止まんなくなってきますよね。この例えばこういうマグロを使わせてもらいだしたら、うん、安いのにっていうわけにもいかないですし、ただその代わりね、全部をめちゃくちゃいいものを買ってるわけじゃない、うん、小肌だって別に、ね、一級品のものじゃなくても美味しくなると思ってるんで、まあ、ハマグリとかもそうですけど、ただもうマグロっていうのはもう僕はどうしよう、お金を払わないとどうしようもないものだと思ってるんで、はい、だから追加がいただいたりするんですけど、もう変な話、カマトロなんて3,000円とか取らないと合わないただ追加をいただいた時に安くしちゃったらもうそれこそ合わなくなっちゃうんで、普通に3,000円ですとか、まあ、2500円ですってお伝えしていいよって言われたらお出しするんですけど、3,000円すんのって、コース一通り8,000円なんで、まあ確かにおかしなことだよね。3貫4貫食べたらコースより高い感じになっちゃうんですよ。そうですね。じゃあ追加やめときます。まだ買えないで。全然買えない。俺あるぐらいか。名前を広めるために、はいはいはい、僕その3月からここに来て、もともとの価格設定だったんです、一応この8000円っていうのは。で
まあ、派生の中でやろうと思ってやってったら、あの運よく藤田さんと出会えたり、もともと8000円だったんで、まあ、ああいうボタンエビとか違うものにお金をかけて、まあ、マグロはって思ってたんですよ。マグロってやっぱり高いところで絶対勝てないと思ってたら、あの海に巡り合いましたんで、マグロになっちゃう。定置網に関しては僕2年ぐらい買ってないです。定置って言ったらうちの売りだったんですよ、前まで。そうです。処理の仕方が変わっちゃったんで味が落ちました。逆にその漁師さんたちは努力してるんですよ。定置ってまあ3日で色が変わっちゃうのが定置で、うん、それが今1週間以上持ちます。だから人気があります。逆にその前はもう僕が買わなかったらもう買う人がいないぐらい厄介な、うん、でもこの旨味成分って色を変わらせるんですよ。変色させるものなんで色が変わらないっていうことは美味しくないんですよ、うん。そしてイメージ、その HM にとって、はい、とてもその香りがいいマグロが多いイメージがあるんですね。多かったですね、ここ2年はないです。あ、そうですか、うん、いや、もうお寿司屋さんが、うん、定置だから香りがあるからって、まあマグロは言っていいんですよ。まあ言ってみれば悪いのは僕ですよ。僕が言い始めたことは本当にすごくいい香りがするんです。だからここ2年はないですね。そういう。だから未だにみんなそうやって言って売ってるだけの話です。旨味って本当にどん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 変化させちゃうんですよ。だからそれがまああとはあの夏場なんかで言うと酸味なんかも。どん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 色を変わらせちゃうんです。だから変わらないってことは美味しくない。変わらないってことなんです。そうです。すごい早いです。色が変色ですね。もうあのちょっと営業中に忙しいからって1時間もしないぐらい出しっぱりしちゃうともう色は。でうちで言うと、いやーなんかもうまだ2日目だけども色変わってきちゃったねっていうのは一切クレームの対象にはならない。いいマグロじゃないか、うん、もう知らん顔してます、うん、言う人はいますよ。あ、そうなんですね、うん、もうそうですよね、うん、酸化が早いってことですか。まあそうですね、酸化が早いって思うんです、うん、2週間色を変わらせないマグロを買うことは簡単です。あ美味しくないのを買えばいいってこと。そういうことですで、よく熟成を売りにしてるお寿司屋さんっていうのは、うん、その変わらないマグロでやってるんで、うんうん、なるほど。やっちゃダメなマグロで熟成を売りにしてるだけです。マグロのコンディションってなんかその今年はこれがいいとかあるじゃないですか、はい、それってなんか何年収益とかである程度タイミングがあったりするんですか。ないと思います。ないですか、うん、何年収益ってことはないな。もうその年になってみないと、うん、まあ、いいか悪いかって言ったらですけど、分からない、うん、だからここ10年ぐらいかな。だから季節の計算はもうできないです、うん、そろそろ何月だからこれが出てくるなっていうのはもう全く考えてないですね、うんうん、環境が要はお腹とかそういう、それもあると思います。まずスルメイカが本当にいないんで、餌が、うん、
マグロってスルメかサバなんですよ、餌が、うん、僕はスルメを食ってるマグロが好きなんですよ、うん、それ何で食べてるのかってことですか。形体が変わってくるんですか。形でもわからないですね、うん、なんかツヤとか、なんかサバ食べてるとすごい光ってるとか、イカ食べてるとかそういうわけではない。でもない、マグロって事実漁獲高は減ってるんですか。減ってます、はい、もう規制がすごいんで、はい、そろそろもう大間は枠がなくなります。大間だけじゃないですけど、昔と比べると値段も相当跳ね上がってる。マグロ自体どえらい跳ね上がってますね。だからマグロ屋、マグロ屋はマクラーレン買えないけど、あんなもん買えない。で、あとはやり方です。マグロの売り方です。まあさっきも言ったように、いくらでもいいからっていうのは、何年もいいから値段を釣り上げる。それに売ってれば儲かるんですよ。そういうバグは相手にしない。うん、だってお客様に転嫁するだけの話ですから、うん、だって今だってもうお寿司屋さんで3万4万5万って当たり前じゃないですか、はい、そんな高くないですよ、うん、なんでみんな行くんだろう。ちょっと言ってるから何も言えない。なんで行くのか分かんないですよ。うん、高いから行かないって言ったら下がってきますよ、うん、みんな高くても行っちゃうから、うん、だから上がっていっちゃう。行かなきゃいいんですね、うん、行かなきゃいいんですね。みんなで行かなきゃ値段下がりますよ、うんうん、無理です。ここに中毒者がいるから。僕酒やめて寿司取りました。それですよね、本当に、うん、私もダイエットやめて寿司取りました。みんな結構寿司を取ってますね。失ったままで。もう最初マグロ契約しだした時なんてもう家帰ってもずーっと藤田さんの話です。そしたら妻が今日の藤田さんはどうだったって聞くように。最初聞かれた時今日のワンコみたいな。でそしたら僕の姉も藤田さんのインスタフォローして、藤田さんが一回そのストーリーの時にシャリの話をしてる時があって、はいはい、ちょっと怒り気味だったんですよ、はい、もう速攻姉が電話してきて、あんた藤田さんなんかやったり。僕のことじゃなかったんですけど、確かに僕もそれ見て、これ俺のこと言ってんのかなって思って、あその緊張感ちょっと心当たる節があった。でも LINE もやり取りしてないかな。多分違うなと思って。あの日はね、確かに若い子たちラインが荒れた。あ、いやそうですよね、みんな自分かなと思って。怖い怖い怖い、怖くてラインできなかった。会って喋んないと思って、うん、あ俺じゃねえんだ、心の意思疎通が。一人のせいでみんなに迷惑。緊張感が走りますね。僕ですか。結構いや多分みんなそう思いますよ。本当に手巻きって何口でこうしてる。口数ですか。はあ、4ですか。今の、うん、私は3でした。僕2でしたよ、うん、男性だったら2だなと思いました。4、うん、2、私は大きいのが3で何口がいいですか。シャリの量が少なかった。いや3だったら話すとまた話し合おう。僕最初4って言いましたよ。僕今最初4って言いましたよ。4もダメだ。2です。あ、2ならいい。はい、2です。僕2だと思って。早いですか。男性2、女性3ぐらい。いや、俺2もいかない。2じゃいかないもん、あの長さ。そうですね。じゃあ、結果的に。怖い怖い怖い。3です。でも3ぐらいがいいなと思うんだけど。3だったら、はい、違う出し方が。やっぱまたディスタンスが広がった。マグロが出ちゃうってことですかね、カブと。そうです、あのちょっとそれは感じた。
あの2で行った時に下からちょっと飽きた。出たから僕ももう一口行ったんですよ。海苔が長いんだ、下の受ける海苔が。下でだあそこを噛んじゃうとギュッて間から出ちゃう。おだあれが半分だったら3でちょうどいい。ありがとうございます。よかった。今言ってくれて。俺明日話そうになってたら僕明日まですね。悩んじゃう。本当にもうね。多分僕はちょっと前で、ね、次の営業始まるまで乗り切り続けて。ずっと藤田さんのところにいると来る人があの吉和さんがまず来て、はいはい、でその後にその六本木店の次男の方が来て、はい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 、でその後新橋清水さん来て、はいはい、で最後にあの次郎さんから独立された青の田崎さん来て、はいはい、気絶そうになります。そうですよね。で僕で今はあの僕バイク壊れちゃって電車で行ってるんでちょっと時間遅いからあれなんですけど、最初バイクで行ってる時一番に着いて、清水さん来て、清水さんと喋って、で、清水さん帰ったらすぐ吉川さん来るんで、もう帰るタイミングなんですよ。あ、まあ、あとはもう藤田さんと話しちゃうんで、長い時、1時間以上いる時ありますね。まあね、それはそうっすよね。重鎮ばっかですよね。いやもう、で、あとから、あ、おはようみたいな感じ来るんで、もうどこに立ってていいか分かんないですよ。芸人と一緒で上がのかないんですよね。なかなか、うん、なかなかね、世代交代。それもまたメリットですね。まあまあ、そうですかね。